皆さんお疲れ様です。今回は4分間のヒップトレーニングを行っていきましょう。素敵なお尻を目指して一緒に動いていきます。それではまずはじめ、カエル開きです。四つ這いの姿勢になって、肩の真下に手首、お尻の真下に膝が来るように四つ這いになったら、片足左足から開いていきましょう。膝をお尻の位置までしっかりと持ち上げて動かしていきましょう。背筋はしっかりと伸ばしていきます。膝は90度のままキープしながら行っていきましょう。休憩、ナイスファイト。さあ、それでは反対も行っていきます。同じく四つ這いになったら、今度は右足を開き、お尻の位置まで膝を持ち上げていきましょう。お尻周りつらないように意識しながら、無理のしすぎには注意して行っていきます。膝は90度、ファイト。休憩、ナイスファイト。今度は膝立ちで行っていきます。次はお尻力み。膝からまっすぐ一直線に立ったら、お尻を内側にぎゅーっと力を込め、ももの横をタップしていきます。10回タッチしたら手を離し、お尻を緩ませる。これを繰り返していきます。しっかりと自分の限界を突き詰めていきましょう。休憩、ナイス力み。さあ、2回目も頑張っていきます。もう一度四つ這いに戻り、カエル開きを行っていきます。カエルになったつもりで大きく開いていきましょう。お尻の外側から全体、大臀筋しっかりと鍛えることで、ヒップアップ効果が期待され、お尻がプリッと上に持ち上がっていきます。休憩、ナイス開き。さあ、反対も行っていきます。同じく四つ這いで、今度は右側を開いていきましょう。お尻きつくなってくる頃です。頑張っていきましょう。さあ、笑顔で引き上げていきます。もう少しです。休憩、ナイスファイト。さあ、膝立ちで次がラストです。最後は先ほどと同じく10回ももを叩きながら、お尻をぎゅっと引き締め、手を止めた段階で力を抜いてあげましょう。左右のお尻がひっつくぐらいしっかりと力を込めていきます。さあ、あと少しです。ファイト。終了。お疲れ様でした。日頃行わないような動きをすることで、しっかりとお尻の隅々まで鍛えることができます。美しいお尻を一緒に作っていきましょう。